ミッドナイトボートレースセカンド、ボートレース下関日本モーターボート選手会会長杯、いよいよファイナル優勝戦を迎えました。すでに2番3番3番2番入れ替わって1、3、2、4、5、6で待機中です。1号艇は白井英二。予選2位からの勝ち上がりはファイナル絶好枠と流れは向きました。今回も圧倒の V ゴールを見せるかどうか。そして2コースに構えようというのは3号艇の田堂実です。来週に迫った試合筋、オールスター出走前に優勝ゴールを決めて勢いをつけたいところです。3コースを伺って2号艇の甲賀満。デビュー後間もなくに初一着水準差を挙げた下関、今回は今年初 V を狙っていきます。中段の3コースに向く様子です。そして4号63艇下がって4コースからは4号艇中山翔、初優勝を目指しちょうど10回目の優出。5コース5号艇の柴田光、コース取りの鍵を一つ握るかと思われましたが、定番通りで5コースダッシュ。そして6コース6号艇実森美優、今年度のミッドナイトファースト大村戦を制した大山千尋に続き、セカンドも女子実森が制覇となるでしょうか。初優勝を目指していきます。内から1番3番2番4番5番6番の進入です。スタートしていきました。3コースから2号艇の効果トップスタート。さあ1枚くり抜けての動き、2番が攻めようというところ、抑えようとした1番流れました。4号艇5号艇懐まくり出す。さあ16号艇も上がっていきますが、先行していったのは5号艇の柴田。5番の柴田がトップリード。追走は6番4番1番3艇接戦、その後3号艇そして2号艇です。スタートは前艇正常です。2マークを5号艇の柴田トップで追い返しました。1号艇の白井意地を見せますが、2番手3番手争いは6番4番2番の接戦。6号艇の実森が優勢でレースは2周目の攻防です。先頭から5番1番6番の順。さあ挽回してきたのは2号艇の効果ですが、2番6番の競り合い、2周目1マーク先に回った2号艇溜めて刺して6号艇は先行体制取ろうかという実森で、内は6番そして外もしっかりマークは2号艇の効果、内から4号艇の中山接近、最後方は3号艇の太郎。レースは2周目の第2ターンマークです。先頭で5号艇の柴田、続いて1号艇の白井が2番手は今3艇審査。3着争いは現在2号艇の効果先行で、上位体系は5番1番2番の体系。レースは最終周回です。さあ大穴提供となるんでしょうか。5号艇の柴田トップ守っていますが、じりじりと近づく1号艇の白井は3周1マークを回って最後の向こう上面、5番1番定冠は3艇審、そして3番手は2号艇の効果で、上位体系は5-1-2の体系です。自身2年5ヶ月ぶり、通算では29回目。そして下関 V3 に向かう5号艇の柴田、最終コーナー追走は1号艇白井、そして2号艇の効果で5-1-2の組、3連単700点2倍を示しています。先頭5番柴田優勝ゴール、2着1番の白井、3着は2番高賀、続いて4番中山、6番実森、3番多藤ゴール。